ムンプスウイルス流行性自家製炎はムンプスウイルスの感染によって発生するウイルス性の感染症。一般にはオタフクカゼとして知られる。英語でマムプスと言われる。1967年にワクチンが開発される以前は小児の疾患として全世界で一般的であり、今日でも開発途上国では脅威となっている。発生に季節性はなく、 感染しても症状が出ない、不健感染の場合もある。しかし、一般的に成人が感染すると症状が重い、場合が多い。日本ではワクチン接種が人気となり、接種率は約20%から30%とされている。このため初感染が高年齢となり、合併症を伴う成人ムンプスの増加が懸念されている。また、 突発性難聴を示した患者の中には、コムンプスアイム抗体陽性者があり、不健感染でありながら突発性難聴を生じた可能性が示されている。自家栓の腫れを主症状とする。両側の自家栓が同時に腫れる場合が多いが、片側の自家栓だけが腫れる場合、片方の自家栓が腫れた後にもう一方の自家栓が腫れてくる場合もある。各家線まで腫れる場合もある。 原因は、パラミクソウイルスかのムンプスウイルスで、飛沫感染、並びに接触感染により感染する。2歳から12歳の子供への感染が一般的であるが、他の年齢でも感染することもある。通常自家腺が関わるが、上記年齢層よりも年上の人間が感染した場合、自家腺、抗がん、卵巣、中枢神経系、膵臓、前立腺、胸等、 他の器官も関わることがある。場合によっては、治った後も生殖機能に、後遺症が残る。潜伏期間は12から25日、通常は16から18日である。身体検査で、唾液腺の主張を確認する。通常この病気は、臨床の根拠で診断され、試験室での確定検査は、必要ないが、一般的には、血清学的診断を行う。 RTPCR 法でウイルス遺伝子を検出すればワクチン株と野生株の間別ができる。類似の自家潜炎症状を呈する他感染症はパラインフルエンザウイルス、国策キーウイルスなどによるもので、軽度の痛みの自家潜主張を繰り返し、1から2週間で自然に警戒する。流行性自家潜炎に何度もかかるという場合、疑う必要がある。 流行政治家宣言の特異的治療法は存在しない。首や他の主張箇所を冷やしたり温めたりする対象療法で症状が軽減される場合もある。また、アセトアミノフェンやイブプロフェンを鎮痛のために経口投与する。また、温かい塩水のうがい薬、柔らかい食物、および特別な流動食は兆候を軽減するかもしれない。発熱による 脱水症状を軽減するため水分の摂取を行う。酸味のある果実ジュースは飲み込む際に自家栓の痛みを感じさせる場合がある。水炎により強い吐き気や嘔吐が生じた場合は輸液を行う。幼児期の予防接種が欠かせない全世界105カ国では MMR ワクチンとして定期接種を行っているが日本では1981年により 国産オタフカカゼワクチンが任意の予防接種として使用されていて、MMR ワクチン接種の行われた1988年から1993年までの約5年間を除き、任意接種として単独接種が行われており、一部の自治体では公費助成が行われている。2015年度感染症流行予測調査では、成人の約70から85%が、 接種歴不明者となっている。国立感染症研究所は、水暴走や、オタフク風邪などは、大人になってからかかると、重症になることが知られているため、予防接種を受けたことがなく、またかかったこともないのであれば、予防接種を受けておかれると良いとしている。オタフク風邪ワクチンの抗体陽転率は、90から98%と他のワクチンと比べて、低いが、流行時の有効率は、 星の株で約90%とされている。ワクチン接種後のお多福風邪理官の多くは二次性、ワクチン不全と考えられており、MMR ワクチンを接種する国家では2回接種により二次性、ワクチン不全を防いでいる。ワクチンの2回接種率が高い米国で2006年1月から年末までに18から24歳の大学生を中心に 計6584人が発症、85人が入院、死亡0人という20年ぶりの流行が発生した。疫学的な調査の結果、ワクチン2回接種でも予防効果は不十分であることが示唆された。レポートによれば、18から24歳で1020人中858人が2回接種を受けていたが発症している。詳細は、 ネイハム氏2008年4月10日号に掲載されている。予後は一般的に良い。自家船の主張がなくなれば感染力はなくなる。高度感音性難聴になることがあるが、頻度は1万分の1から数百分の1と文献により異なる。男性が不妊症になることもある。流行性自家船炎は、ムンプスウイルス感染症であり、基本的に一度かかると免疫ができる。 繰り返しているように見えても、実際には、自家潜炎を起こす他のウイルスや細菌が原因の別の感染症の場合がある。また未だ原因は、はっきりしてないが数週間から数年おきに自家潜の主張を繰り返す反復性自家潜炎の場合もある。以上のように一般にワクチン接種や一度野生株に自然感染すると一生有効な免疫を獲得するとされている。 しかし、再感染例も報告されている。抗体化の減少による再感染の理由として、かつては周期的な小流行に伴う刺激により、抗体化が維持されてきたが、流行による刺激がなくなり徐々に抗体化が下がってきたのではないかと考える専門家もいる。日本において、流行政治家宣言の予防接種は任意接種である。また、 学校保健安全法上の学校感染症に指定されており、感染時は出席停止などの処置が取られる。5類感染症定点把握疾患指定。イタリアでは、新三種混合ワクチンと自閉症の関連性に関する噂が根強く残り、予防接種を受ける子どもが減ったため、2017年より6歳までの子どもへの接種が義務化された。 健康保険組合の加入者158万人の診療報酬名最初のデータ解析結果。2014年4月から2015年3月に、オタフク風邪と診断を受けた人は2822人おり、その後にオタフク風ゼが原因による難聴で、ステロイド治療を受けていた患者は10人で、発生確率は282人に1人だった。ありがとうございます。